タレントの若槻千夏、40が21日、日本テレビ系バラエティ番組、上田と女が吠える夜、にスタジオ出演。共演したタレントの大久保佳代子、53とのエピソードを明かした。若槻千夏、フワちゃんらとアンミカの誕生日を祝福、写真。この日は少し怖いエピソードをそれぞれ出演者が披露しており、若槻は大久保らと韓国ロケに行った際の出来事を話した。 ロケ先で大久保が私物のショルダーバッグにひょうたんのキーホルダーをつけていたため大久保が離れた際若月はそれに興味を抱いた振ると音がしたので好奇心から蓋の部分を外して中のパーツを取り出したところ大久保から激怒されたという若月は「何してんのよ」ってすごい怒られてと納得がいかないとスタジオでも主張これに対し大久保は「怒るでしょ」 私は1回も開けたことないんですよ神秘的なものじゃないですか。それを勝手に開けて、なんでこんなことできるんだろうって、と不満を訴えた。ともに同行していたタレントの伊藤麻子、54、などが仲介し、その場を収めてくれたが、移動後も大久保は怒り続けていたという。若月がその時の写真、怖すぎて撮ったんですよ、見てもらっていいですかと話し。 披露した画面には怒りをあらわにする大久保の顔のドアップ写真が。スタジオは盛り上がったが、大久保はこのすぐカメラ向けるのも怖くない。と先輩・タレントに向けての態度が不適切だとも抗議していた。ネット上ではこの若槻の行為を擁護できないとして視聴者が、どん引き。ひょうたんの剣で引いたし無り、私もされたらいいや、ふわちゃんの次は若槻さんかな、倫理観やばすぎる。 笑い話にはできない第二のふわちゃんみたいになってしまうといった非難の声が目立った